三育学院大学は、千葉県泉郡大滝町、小賀の原線500に本部を置く日本の私立大学である。2009年に設置された。グレンジャー記念報道、大川平照彦記念ホール三育学院短期、大学看護学科が4年生大学に移行する形で2008年4月に開校した。玄学長は、東出克美。ミッションステートメントとして、本学は、 プロテスタントキリスト教の精神、とりわけその潮流のもとにあるセブンスデーアドベンチスト教団の理念と実践に基づく教育共同体であると掲げている。教育方針として公式サイトには神の愛を学ぶことにより自己と他者の価値と尊厳を認める。自己、他者、そして神との対話を通し、自分を見つめ、成長させる。 人間関係を円滑に保つコミュニケーション能力を身につける。物事を論理的に考えるクリティカルな思考力と問題と主体的に取り組む姿勢を持つ。看護専門職者として高い倫理観を備え、適切で安全な看護を実践する基礎的能力を身につける。自己の行動に責任を持ち、他職種と連携して働くことができる。自己検鑽に努め。 看護学の発展に寄与する。SDA ライフスタイルに基づいた健康的な生活の実践と啓蒙に努める。国際性を養い、人種、文化、心情を超えた看護を実践できるとともに、国際交流や国際協力に貢献できる基本的姿勢を身につける。神に使えるように人に使える精神を持ち、喜びと意義ある転職として、看護の働きを実践する。 の銃が挙げられている。なお、東京校舎には、サフラン量が存在する。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。